The final competitor representing the Republic of Korea, Yoon Kim.1年前の母国韓国での四大陸選手権では背中と腰に痛みを抱えて欠場しました。その後の世界選手権も銅メダルにとどまって、今シーズンはとにかく年明け以降体調管理に細心の注意を払ってきました。女子シングル最終滑走者、しかもショートプログラムで世界最高 72.24 を持ってフリースケーティングです。今夜はもうオリンピックリンクオーナーキムヨナ独占です。シェヘラザード、3回転3回転のコンビネーション、トリプルフリップ、トリプルトーループ、確実に決めてきましたね。まずオリンピックの舞台に刻み込んだ、だったんですけれども、ね、ちょっと飛び上がるときにタイミングが外れてしまいましたね。立て直してくるか、3回転からトリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ、これは3連続。スピンのポジションもいいですね。ちょっと流れましたかね。
いつまでも響き続けるこの拍手とともにキム・ヨナ、そして自らはジャンプ一つの転倒で舌をチロリと出してみせましたが、いやこの声援聞くと、はい、韓国で開催しているのかなと思うような、そうなんですよね、人気ですよね、はい、ただやっぱ本当に失敗を引きずらない強さっていうのが、キム・ヨナ選手にもありますよね。練習の拠点はカナダ・トロント、そういった意味でもカナダは第二の故郷なんですというふうに語りますキム・ヨナ。そして今観客席にまだまだ手を振ってゆっくりと引き上げてまいります、このキム・ヨナ、笑顔での締めくくりとなりましたフリースケーティング。そしてブライアン・オーサーコーチです。カナダ選手権8連覇、87年の世界チャンピオン、サラエボ・カルガリーオリンピック2大会連続の銀メダリストという、まさにカナダの英雄とともに二人三脚。さあそしてこちらは表彰台をとりあえずは決めた浅田真央です。ショートプログラム大ピンチから盛り返してのフリーではトリプルアクセルも見事に決めてみせました。さあそしてキム・ヨナですけどもね、はい、ちょっとやはりタイミング、まあ、飛び上がるときに軸がずれてしまいましたね、まあ、ちょっとヒヤッとした場面だったんですけれども、はい、ただまあジャンプ、その他のジャンプは確実に決めてきましたし、まあ、それ以外のやはり曲を表現するというところではその間の取り方ですとかその目線の先、指先、つま先、すべてにこう物語が入っているような、そんなもう表情豊かな滑りを見せてくれたなと思います。スピードもありましたしね、あの最後のステップのところでも本当にあの軽やかなエッジワークと素晴らしい構成だったと思いますね。そして国分さん、ブライアン・オーサーコーチも一緒に飛び上がってましたね。はい、はい、あの自分も一緒に飛んでるんだパワーを上げてる感じ伝わりますよね。さあそして得点の方は世界最高というのも注意しておかなければいけません。1点減点があるフリー 116.83、 ショートとの合計は 189.07。 これはコラフは一番高いですね、ファーブコンポーネンツ。バンクーバーオリンピック大事なプレ大会をこのキム・ヨナ、ショートプログラム、そしてフリースケーティング見事に決めての優勝です。